逆にね、ここがの流れがいいと、免疫力もね、しっかり働きやすいと。その肋骨の隙間にね、指を入れるような感じ、こんな感じです。こんにちは、脳活整体専門の松浦です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回はですね、風邪の引き始めだったりとか、風邪そのものを予防するためのマッサージ方法についてお話をしたいと思います。はい、早速そのやり方なんですけれども、刺激するポイントはですね、主にこの喉、胸、脇の下になります。はい、なぜかというと、ここにはですね、リンパですね、よく聞くと思うんですが、リンパ液がたくさん流れていて、そのリンパ液が流れるリンパ管、あとそのリンパ液が、リンパ管がたくさん集まるリンパ節ですね、こういったものがですね、ここにたくさんあります。このリンパ液の流れっていうのは、免疫力ですね、人間の免疫力に非常に関係してきます。はい、なので、ここの流れが悪いと、感染症にかかりやすいということが言いますし、逆にね、ここがの流れがいいと、免疫力もね、しっかり働きやすいということが言えます。そのやり方なんですけども、まずこの胸とか脇の下に関しては、こんな感じでですね、もう軽くさする程度で、十分です。はい、逆にですね、こういうところは、まあ、喉もそうなんですけれども、結構デリケートな部分なので、あんまりやってしまうとですね、まあ、ちょっと虚弱体質の方とかだと、逆に気分が悪くなることもありますので、軽くですね、やることをお勧めします。はい、まあ、こんな感じですね。はい、脇の下、胸、あとこの鎖骨周りですね、この鎖骨の部分は、この鎖骨をね、挟むような感じで、軽くマッサージをしていきます。はい、であとですね、ここに肋骨がありますよね。肋骨こういう風にありますよね。人体模型とかで見たことあると思うんですが、その肋骨の隙間にね、指を入れるような感じ、まあちょっとね、まあ、肉付きのいい人だと分かりにくいかもしれないんですが、ここの間に指を入れて、この肋間部ですね、ここをですね、軽くマッサージするようにします。こんな感じですね。この骨と骨の間に指を入れてマッサージするようにします。はい、であとですね、この胸の真ん中にですね、胸腺というね、ここも非常に免疫と関係するところなので、ここも刺激したいんですけども、ここの刺激に関してはですね、叩きます。はい、叩きます。これもですね、あんまり強くやらずに、一定のリズムで、軽く、トン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 という感じですね。まああまりね、回数にこだわる必要はないんですけども、前と言えば、まあ、20回程度ですかね、叩くと良いと思います。次にこの喉と首周りですね、ここへの刺激なんですけども、ここはですね、先ほどの胸とか脇の下以上にですね、デリケートな部分になりますので、よりソフトな刺激が求められます。はい、でそのやり方なんですけれども、さっきのね、この胸骨、鎖骨ありましたね、この骨の部分、ここをですね、覆うようにして手を置きます。軽く置きます。はい、でまあ、どっちの手でもいいんですけども、で片方置いたらもう片方の手で、固定して、ここの部分をですね、安定させますって言っても強くじゃないです。軽く触れて、安定させます。はい、でその位置からですね、首を上に向けます。上に、まあ、首を反らせていきます。そうするとね、この喉の前側が伸びていくと思うんですけれども、これもですね、もう限界までやるんじゃなくて、余力を残して軽くやるというのがポイントになります。こんな感じですね。でこの時にですね、軽くやることによって、このリンパの流れが良くなっていくんですけども、しつこいようなんですが、これをね、強くやってしまうと、かえってリンパって流れないものなんですね。なので、ここをですね、軽くなんだけど、ここが動かないように皮膚を固定するようなイメージですね、皮膚を固定するようなイメージで軽く安定させて、軽く上を向いてここを伸ばすということをしていただきます。はい、で何秒かっていう話になると、これはもう心地がいい程度で終えればいいんですけども、あえてね、時間を決めたいっていう方は、まあ、大体ね、まあ、20秒とかをね、目安にしていただければいいと思います。はい、であとですね、上向いて20秒やった後に、この斜め上ですね、そうすると今度左上を向くと、この右のね、前側が少し伸びていきます。でこの右斜め上ですね、そうするとこの左のね、喉の前側が伸びてきます。これも同様に行います。であと左斜め下を向くと、その伸びる角度がね、側面からちょっと後方に移っていきます。
はい、あと今度右下を向くと、その逆ですね、左の側頸部とかね、ちょっとこう後ろの方がね伸びる感じがすると思います。まあ、これもですね、まあ、どの方向に対しても同じ秒数やるっていうのが分かりやすいと思うんですけれども、まあ慣れてきたらですね、まあ、ご自身の気持ちがいい角度でですね、まあ、気持ちがいい時間、やるのも良いかと思います。はい、次にですね、この喉仏ありますよね。ここ結構ね凝る方多いんですね。なのでここをですね軽く外していただいて、軽く持っていただいて、軽く揺らします。これもですね、あまり強くやらないようにしてください。これもですね、慣れてくると、なんかこの辺が硬いなとか、この上より下の方がねちょっとやってて気持ちがいいなっていう角度がね出てくると思いますので、まあ、ご自身のね、状態に合わせて行うようにしてください。はい、あとですね、この喉と顎の周りに、まあ、舌下腺とか顎下腺、あとここにね、まあ、抗菌とかね、まあ、その咀嚼に関係する筋肉があるんですね。こういうところも硬くなったりとか、まあ、流れが悪くなったりするので、ここを刺激するようにします。はい、どうやるかというと、よくこう頬杖をつきますよね。頬杖でいいのかな、こうやってつきますよね。その時にこう自然に、触れるところ、この辺をですね、触っていただいて、で反対側も同様に触っていただいて、単純に回します。こんな感じです。はい、最後に注意点なんですけれども、まあ、本当にしつこいようなんですが、ここは本当にデリケートな部分なので、軽くやってください。はい、であとですね、こう押さえてこういう動きをしましたけども、これは決して、筋肉のストレッチではありません。ストレッチと思ってやってしまうとね、どうしてもこう伸ばしてなんぼって思う方がねいらっしゃるので、伸ばすというよりは軽く牽引して刺激をするというイメージで行うようにしてください。以上がですね、風邪の引き始め、まあ、風邪の予防のためのマッサージ方法になるんですけれども、まあ、今ご紹介した、まあ、局所的なね、刺激も、まあ、それなりに効果あるんですけれども、より効果を高めるためには、まあ、当院でお伝えするホームケアですね、セルフケア、こちらをやっていただいた後で行うと、より効果が高まります。はい、そのやり方に関してはですね、説明欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧になっていただければと思います。はい、最後にですね、ちょっと一つ言い忘れたんですが、一番大事なのはやはり睡眠です。なんといっても睡眠です。もう何を置いても睡眠です。はい、なので、寝不足が一番良くないので、睡眠をですねしっかりとるようにしてください。で、その睡眠の質を上げるためにもやはり脳の状態が大切になってきますので、やはりね当院でお伝えするセルフケア、こちらをですね、行うことをお勧めします。はい、では動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。脳活整体四川堂。